作品話。今ちょうど2と一緒。あ、どうもありがとうございます。パスタ役ではなく、今日は何です、いや今日はやっぱり和風、役名ぐらい言わせろよ。言えばいいじゃないよ。イタリア役を今回やらせていただきました。何か大好きです。大体イタリアです。大体イタリアしかやってません。ほとんどイタリア、ほとんどイタリアです。すいません。例えば違う時は、例えば、まあ、ロマーノありますけども、まあ、ほぼイタリアです。ちょっと不満ですか。いや全然、いや、え、こんな質問形式のフリートークになるんですか。俺は全然もうイタリアの声が出ないって本当。いや違う違う、死活問題になるんで本当じゃないです。イタリアの声はまだまだ頑張れますから。いやいや、小西さん練習したんです。いやいや、で特に安本君はやる必要ないでしょ。早く感想言って早く。はい、今回はですね、まあアニメのねちょっと復習したところもありましたけども、皆様本編の方もね楽しんでいただければ嬉しいなと思います。今回お話ありましたけども、ドイツさんが暑すぎて倒れるというお話があったんですけど、今日はとても暑い日で、はい、気候のことは言わないで、時期が違うから。なるほど。いや本当にね、今日は今年一番の暑さなんじゃないかというね日に、収録を撮っております。そんな中ね、このスタジオもね非常に、7月の21日でございますね。今日はまあ、まあ、かどうかは分かりませんけども、とにかくですね、またなんかこういう機会があれば嬉しいなと思います。それでは、これからまた個性豊かな皆様のご挨拶に移りたいと思います。皆様どうもありがとうございました。これからもよろしくお願いします。ちゃんとして終わった。ひろきさんです。日本役のひろきさんです。皆さんこんばんは。こんばんは、はい、いや本当ね、今日から夏休みに入りまして、その話すんだ。その話すんだ。俺分かんない。聞きたい。違う、あのね、今日この現場に来る時に暑かったから、缶コーヒー、冷たい缶コーヒーを飲みたくなって、コンビニに入っ、コンビニで、こう、缶コーヒー探したの。で、あ、この缶コーヒーもいいし、こっちでもいいや、どうしようかなっていう、その並びで、なんか、一個飛ばしで、黒い缶の、見たことないやつがあったんですよ。で、そう、淡麗辛口って書いてあるから、何そのコーヒーと思って、パッと取って、道をね、この街を歩きながら、プシッとこう開けて、口にした途端、その中身が日本酒だったっ。で、その、ブッて、でブッてなっちゃったから、これ右手にちょっとビシャーかかって、それを浪川君に嗅がしたら、なんすかこれ、なんすかこれ、日本酒ですっていう、そういう今日の挨拶から。違いは、そうそうそう、ほろ酔い気分の浪川君でした。違う、まず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 、僕は嗅いだだけです。あ、指を嗅いだだけです。匂いでもね、匂いでも酔っちゃうことあるからね。今日はもう嗅いださんでもないです。嗅いださん今日いない。匂いを嗅ぐわっただけです。いないと嗅ぐわ。いいですか。そんな一日でございましたけれども、はい、今日は覗き見してタイトルコール言うだけという非常に、低カロリーな収録でございまして、あり余ってます。それは飲んじゃうよね。飲んじゃうよね。はい、そう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 。あ、じゃあ、帰り一杯で引っ掛けていこうと思います。はい、もしよかったら2軒先の、居酒屋にいますんで、皆さんいかがですか。7月21日にそこの店にいました。はい、というわけで、はい、はい、ということで、お疲れ様でした。お疲れ様でした。次の方、はい、おはようございます。シグマセブンから来ました安本博樹と申します。ドイツ役をやりました。刈り上げた。暑いんだもん。暑いから、まあ、極力エアコン入れたくないんですよ。だから暑いからな。てかさっきから思ってるけど、なんでコリさん回してんの。この場を。さっきから、さっきから思ってんだけど。横に座ってるから、みんなの顔が見えるから。あなたの声微妙にオフってんから、ミキさん困ってるよ、多分。話しかけたくなるんだよね。だから、結構張り目で喋ってる。じゃあもうマイクの横に立っちゃえばいいじゃん。張り目で喋ってんだよ、俺。なるほどね。乗るようにね。まだ自分のセリフ取ってないのに。そう。今、言っちゃうんだよな。今駆けつけたんだよ。今駆けつけたんですよね。ちなみに今日、小野さんがまさやさんと、かいださんは抜きということで、別日になっておりますけれども。しょうがない。もう全部バラすスタイルだね、ヘタリアはいつも。そうだよ、ね、本編のスケジュールで今日撮ってるじゃないですか。おなんで言うの。そう、僕本編今シーズン別のがかぶってできなかったんですけど、その別のが飛んだんです。おだからよし今日行けると思って本線に、事務所は最初抜きでも構わんよって言ってたんですけど、いや本線ぜひぜひ聞かせてくださいって本線に変えたんですが、よりによって小野坂さんがいないっていうね。半分いなかった。一番文句を言う小野坂まさやがいないというこの状態で。どないなっとんねんって話なんですけどね。
まあね、マージェシーも頑張ってますんでね、皆さん応援してあげてください。ね、まあ、かつて演じたことがあるシーンの CD ドラマでしたけれども、うん、なんかもう一回掘り下げると楽しいなと思いました。あと高坂が頑張ってたんじゃないかなと思いました。そんな高坂くんに渡したいと思います。はい、素敵なバトンタッチありがとうございます。コンビニに行きませんよ。パジャマ、それパジャマじゃないですよ。日曜日の朝10時半の格好でしょ。今日暑かったじゃないですか。だからちょっとこう涼しげな格好で行こうかなと思って。サンダルできたらマイク前に出るときペタペタ鳴るよ。ペタペタ鳴らないやつなんですよ、これ。鳴らないようにちょっとこうぎゅうぎゅうに縛れるこう縄旅タイプのやつなんで、縄で縛ってる、縄で縛ってるような感じのやつなんで。縄で縛られるのは好きだ。まあやぶさかではないからですかね。T シャツすごい薄くてそうなんです。これちょっと着てから思ったんですけどね。T シャツ後ろ荒い。これはもう触れないでいただきたかった。これはもう来てから、もうここに来てから気づいたことなんで、これはもう触れないでいただきたい。はい。いつも素敵な絡みありがとうございます。本当にもう劇中ではね、本当に、うるさいプロイセンなんですけれども、僕はこういうフリートークが苦手なので、皆さんのお話を聞いてて笑ってるのが一番楽なんですけども、そうですね、マイクに寄ろうか。はい、もうちょっとマイクに寄りましょうか。はい、ダメだ。はい、マイク吹かないように、はい、気をつけます。なんか基礎講座みたいになったら、まあ、はいはい。なめかわさんすごいっすね、これやり。今なめかわって言ってないですよ。言ってないですよ、もう。もう。さっきの話ですよね。おいおい、ペロ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 なめかわ。本当にはずですね。もうまとめに入ります。はい。久しぶりに安本さんと掛け合いができて本当に楽しかったです。ごめんね、なかなかこれ。いやいや、もうなんかこう新鮮な気持ちで、同じシーンなんですけど新鮮な気持ちでやれて楽しかったです。はい、ありがとうございました。はい、アメリカ役をやらせていただいております、小西克之と申します。ケンプロダクションに所属しております。今日は、カナダ役のオーディションに来ました。ちょっとやってみて。僕はカナダだよ。そんなだったっけ。見えるカナダが見える。そのスピリチュアルのやつだったっけ。あいつ早い。合格やった。カナダ役もやらせていただけるということで、今後も頑張っていきたいんですけども、このフリートークを撮ってる時点で僕はまだ収録はしていないんですけれども、以前ね、アニメの方で一度やらせていただいたエピソードということで、ぜひとも皆さんアニメの方をかけていただいて、アニメ のテレビのボリュームを小音にしていただいて、この CD をかけて、聞いてみてください。合わないと思う。全然違うと思う。これあったら面白いよね。でもね、あったらあったで、そう、俺たちなんか、あ、残ってんだ体感がみたいな。だからそういう風な編集にしてもらえればいいよね。だから、ああ、無茶言う。かわいそう。スタッフにも無茶を言うっていうね。というわけで、楽しんでいただけたら幸いです。本当に、またね、ドラマ CD やりたいなと思ってますので、まあアニメの本編もそうですけれども、皆さんぜひとも今後ともヒタリアの方よろしくお願いいたします。じゃあそれではイギリスの杉山さんにバトンタッチしたいと思います。はい、イギリス役をやらせていただいております杉山です。もうね、小西さんが今先ほどバラしてしまったので、言ってしまうと、ごめんね、一人でやらせて、イギリス一人でボケツッコミをひたすらしていくっていう、なかなかシュールな絵をで撮っていくんですけど、いやだったんですけど、後ろで見ててすごい絵でしたよ。ずっと一人でバタバタバタ、一人で突っ込んでいくっていうね、なかなかシーンしかないし、そうきっと小西さんだったらこう来るかなとかね、そんなことを一回やってるもんね。まあ一緒にやったもんね。そうですね、アニメの方と同じ流れなので、フォローにならないどうしたらいいですか。いや、まあ、しょうがないんですけどね、皆さん都合があるんで。なのですけど、まあ最終的にはきっと皆さんのお芝居が科学の力で素敵な形に仕上がってると思いますので、そんなところをですね、あ、そうやって撮ってもうこんなに組み合わさってるんだっていうのをね、含めて楽しんでいただけたら、僕何言ってるんですか。さすが杉山さん、スタッフさんいいこと言ってました。スタッフさんへのフォローが素晴らしいです。何言ってるのかよく分かりませんけども、今後ともどうもアニメのね、ロッキーもね、ぜひ見ていただきたいなと思います。はい、というわけで今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。あとの二人は別日です。はい、お疲れ様です。ナレーションの海田由紀です。いろいろな意味で今日は寂しいです。
いや、ちょっと自分のせいあるんですけど、ちょっと今日私別撮りで、さらに、なんか結構みんなアメリカさんもイギリスさんもみんないるのに中国さんいないし、寂しかったです。やっぱり、こう、秋から冬にかけて寒くなると、寂しくなるといけないから、みんなでワイワイやりたいですね。鍋とかやりたいです。それではさようなら。ナレーションの海田由紀でした。別撮り！ねえ、というわけで、久しぶりにね、エタリア始まったと思ったらね、もう一瞬にして終わってしまいまして、このね、CD が特別編ということでね、出るということで、非常に僕はね、楽しみ。あー、こんにちは。フランス役の小野坂正也です。もう非常にね、楽しみにしてたんですけどね、もう何なんでしょうかね。一週間前にね、皆さん撮ってるということで、残念でした。一緒に撮りたかった。浪川いじりしたかったね。残念でしたね、本当に。まあみんなと一緒に撮れればね、もう本当にね、このなんて言うんでしょうか、本編収録後のね、感想トークがね、まあ、一番盛り上がるね、一番聞き応えのあるね話になるとこだったんですけども、なんといってもね、別日抜きでもうね、一人で撮るともうこのフリートークのコーナーなんてもうなんていうのかな、もう本当あんまり出てこないよね、何にもないから。だって今回のフランスのこの CD の役どころなんて何にもないもんね。もうだって楽しかった、あれだもんね、未確認生物とヘビーぐらいしか楽しいことなかったもんね。もうほんとなんだ、ちょっとあれなんだよね、CD ドラマとか撮るときって考えてほしいよね、もうちょっとか、なんかこうテンションが上がるところ、なんかなんていうのかな、アイキャッチのところでいろんな動物をさ、5個ぐらい出してくれればよかったね。そのなんていうのかな、話が変わるところでね、いろんな、ここは何々、ああ何々が来たみたいなことをね、誰かが言ってくれて、そこで僕がもうほんとその何々っていうのを突発的にそのアドリブでやるっていうね、動物言ってくれれば何でもできますからね。それをやってほしかったですね。それ入れてほしかったですね。それさえ入れてくれれば。な、妖精とかあったのに妖精やらせてくれなかったな。妖精あれかな、女の子やったのかな。妖精なんてもうあれですよ、ほんと。妖精やりたかったっすよね。妖精いいな。じゃあそういうのがね、とにかくいろいろなんかあれば。でも、あれですね。ヘタリアのドラマ CD はもうこれ一本で終わるんですかね。もうちょっとなんかあれですね、もう漫画がね、いっぱい出てますからね、いろんなとこやりたいとこありますもんね、皆さんもね、聞きたいとこあると思うし、ね、アニメだとね、やっぱりね、ちょっとね、残念ながら、その、絵の遅れでね、絵の方もね、ちょっと出来上がってない時にアフレコしなきゃいけないなんつってね、今の、もうアニメ業界のね、もうしょうがないとこあるんですけど、CD ドラマだとね、もうほんと自由にできます。俺自由だーってなりますからね。自由にできますから、もう CD ドラマは本当になんていうのかな、奥が深いね、ドラマ性のね、なんていうのかな、人間関係とかもね、いろいろこうなんて演技で表現できますからね、そういった意味ですね、ドラマ CD もうちょっと出てほしいなと。ドラマ CD 出すにはやっぱね、皆さんに買っていただかなきゃね、出ないということで、昨今CD が売れないというね、大変な状況が起こってますので、こちらですね、皆さんネットでダウンロードして、ただで聴かなずにですね、CD を買っていただくとですね、もれなく、なんて言うんでしょう、第2弾がね、作れるんじゃないかなみたいなことをね、思ってます。ね、もうちょっとこう、なんて言うんでしょうかね、アニメートグループにも頑張っていただいて、ちょっとね、他で儲けてるんだから、ちょっとこういうのに出資してね、本当に面白い CD をね、いろいろ出していく。そう、アニメートグループはいろんな面白い CD を出してるんだよっていう中のね、一つとして、売りとしてね、儲けをこう度外視して、やってほしいですね。もうメンバー的にはね、本当に面白い作品ができるメンバーが揃っております、ね、演技者ばっかりが揃ってますんでね、これからもよろしくお願いしますということで、さあそんなこんな言うてる時間にね、もう本当に
時間がね、時間の方が参ってまいりましたね、参ってまいりましたんでね、ほんとそろそろ終わらなきゃいけないということで、なんともう本当にね、一人でこの感想を解くとんのはほんと寂しいっていう感じでしたね。ということで抜き現場からは以上です。